1966年支給品 REF J14096CAL560 手巻き。今回ご紹介するのはセイコーの手巻き時計、セイコークラウンです。昭和34年に諏訪製鋼社で製造開始された同社の名品。セイコーが初めて国際水準に達したと認められたコレクションです。本品は中でも希少で人気のセコンドセッティング機能が搭載された国鉄配給モデル。文字盤はシルバーカラー、ビッグサイズの全数字とドルフィンハンドの組み合わせ、レッドセコンドがアクセントになる視認性デザイン性に優れた風貌デザインです。 SS ケースはラウンド型、裏蓋はスナップバックです。年代昭和41、管理番号0039、鉄道会社名国鉄が刻印されており、当時を物語ります。現行品では味わえない雰囲気のあるアンティーク時計、鉄道時計をお好みの方におすすめの一品です。セイコー。セイコーは創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともに、オリンピックなどの国際スポーツイベントを通して時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける日本が世界に誇る時計ブランドです。ダイヤル、文字盤、焼け、シミ、汚れなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスは経年変化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風防、シレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感はありません。すぐに装着可能です。尾上にはセイコーマークが確認できます。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと時刻調整ができます。各秒針停止機能付きです。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で10秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 35mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 42mm、 厚さ約 10mm、 風防含むです。今回ご紹介するのはシチズンの鉄道時計ホーナーです。国鉄が
昭和62年の民営化になるまで鉄道腕時計として採用されていたコレクション。電車、汽車の時間をずらさないよう、秒単位での正確な精度に加え、耐久性や視認性などの条件をクリアし、特別調整した素晴らしいモデルです。鉄道マン向けの時計ということもあり、デザインは非常にシンプル。だからこそ、機能美を感じ、多くのファンに愛されていた国産の名品です。本品は昭和46年、九州門鉄支給の21席モデルです。文字盤はホワイトカラー。全数字と夜行のドルフィンハンドの組み合わせ。視認性に優れた人気の風貌デザインです。SS ケースはラウンドフォルム。裏蓋には、年代、管理番号、鉄道会社名が刻印されており、当時を物語ります。バンドは、社外製、未使用側ベルトを装着しています。現行品では味わえない、雰囲気のあるアンティーク時計、鉄道時計を、お好みの方におすすめの一品です。シチズン。英語で、市民を意味するシチズン。市民に広く愛されるようにという願いを込め名付けられました。1930年にシチズン時計株式会社が創立されてから現代に至るまで、古来のものづくり精神を発揮した揺るぎなき日本品質を大事にしながら、歴史に名を刻み続ける信頼性のある国内メーカーの一つとして愛され続けています。ダイヤル、文字盤。使用かは分かりませんが、凹凸模様が全体に確認できます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、夜行は経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風貌、すれ、小傷が認められます。日常装着時の視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感はありません。すぐに装着可能です。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。ルーズを引いて回すと、時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能付きです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm。ケース径は約 37mm、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約 44mm、厚さ 10mm、風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。